学者、学者法則型、法則型のための恋人の取説、うん、ここにはですね、うん、学者から見た各タイプという記述があったので、はい、読まさせてもらいます、はい、学者から見た王様、うん、要は法則から見た注目ですね、うんうん、また今度飲みに行こう、うん、遊びに行こうとやたら盛り上がる、うん、でも具体的にどうしようという話はしない、うん、特に面白い話でなくても、うん、自分のことばかり話したがる、うん、表現がオーバー、まるで〇〇みたい、うん、とか例え話が好き、うん、事件に出くわしたら事件そのものよりその事件で自分がどう思ったかを話したがる、うん、目上目下に関係なく親しげに話すのが注目型、うんうん、で学者から見た司令、軍人、他人の失敗談が好き、敗因などを具体的に話す、でも楽しそう、うん、最終学歴や勤務先といったことでなくゲームでどの面までクリアしたか、うん、電化製品をいくらの安売りで買ったか、うん、といった小さなことまで話題にして勝敗をつけたがる、あこれ、うんうん、やっぱ俺司令かな目上の前では敬語を使う、うん、自分の上司の悪口は語らない、うんうん、部下の後輩の悪口は嬉しそうに話す、うん、でも他人が言うと怒る、うん、あなるほど、うんうん、で学者から見た学者、うん、法則から見た法則ですね、うん、自分の好きなジャンルでのうんちくの披露が好き、うん、言葉に敏感、うん、言葉の間違いを指摘したり語源を知りたがったりする、うん、どんな事件があっても理由を知りたがる、うん、なるほど〇〇だからか、うん、ということが自分なりに納得できると安心、うんうんうん、仕事で失敗しても淡々となぜ失敗したかを具体的に話す、うん、待ち合わせに遅れてきても、うん、謝るより先に理由を説明する、うん、まず謝れよってなりますね、うん、すいません、はい、で学者法則から見た職人、うん、理想ですね、うん、他人の悪口や批判をすぐ口にする、うん、なぜいけないのかを抽象的に話す、うん、人間として許せない、うん、クズ、ゴミ、うん、と口調が厳しい、うん、こういう時は〇〇すべき、うんうん、〇〇するのは人間として当然、うん、本当のバツバツは〇〇すべき、うん、といった言葉を口にする、うん、男なら、うん、とか、うん、本当の営業とはこうあるべき、うんうん、とでまた尊敬する人に対しては神とかすぐ褒めまくる、うんうんうん、人として最高、うん、自分もああいう風でありたい、うん、なんていう風に話すなんて書いてありますね、うんうん、では法則、学者から見た王様、うん、注目型の取説とか切り方ですね、はい、うん、感情的な彼彼女、うん、あなたとの仲が冷めてきても、うん、未練を断ち切るには時間がかかる、うん、たとえパートナー自身あなたに飽きていて、うん、他の人によそ見をしていたとしても、うん、いざ別れるとなると急に惜しくなるタイプですと、うんうん、あなたがどんなに理屈でお互いプラスにならないから、うん、とか、うん、ここが合わないと具体的に説明しても納得してくれませんと、うん、逆にじゃあこれからお互いのためになるようにしようとか、うんうん、悪い部分は直すから、うん、と実用性に乏しい反論をされてしまうだけですと、できればお互いに綺麗な思い出として別れたいという気持ちはわかるが王様タイプにはそういう説明は無理ですと、二度と会いたくないと明確に告げてしまいましょうと、その後電話やメールなどが来ても完全に無視するのがいい、ベストは引っ越せればいいですねと、うん、はい、東京だったらできそうですね、一人暮らしとか、あ、はいはいはい、では学者法則から見た軍人、うん、司令の切り方、うん、彼彼女、うんうん、と別れるのは、うん、あなたにとって比較的難しいことではありませんと、うん、怒った勢いで別れを切り出すのではなく、うん、きちんと冷静に考えて別れたいと伝えれば、うん、納得してくれるでしょうと、うん、
別れたい理由もできるだけ明確にする、うん、一緒にいてもプラスにならない、うん、別れたらこうしたいといったことを具体的に伝える、うん、そうするとパートナーも理屈で対抗してくるかもしれませんが、うん、一から考えて組み上げた結論を動かすことはできないでしょうと、うん、まあこっちの方がより理論的に積まれてるからでしょうかね、うんうんうん、法則型ですからね、はい、法則型ですからね、はい、で気持ちが済むように話し合いにゆっくりと付き合っていけば、うん、ああ付き合ってくれてありがとうと、うんうん、いい思い出にします、うん、みたいな言葉を残して綺麗に別れてくれるでしょうと、うん、なるほど、はい、コテンパンに任されれば、うん、諦める気がします、うんうん、私も、まあ、なんかこう振られたくないっていうのが、はい、好きだからっていうよりは、はい、なんか負けたからみたいなのが敗北感だからこう負けにならないようなこれこれこう単なるこういう理由だからみたいな感じでいけばすんなりこう引くみたいな感じかなと。では法則、学者から見た学者法則の、うん、はい、切り方ですね、うん、これは簡単ですと、うん、まずタイミングうん、を見ましょうと、うん、このパートナーが盛り上がっているときは切り出すのは難しいです、うんうん、理由をつけて、うん、3回に2回のデートは断るというような方法で会うのを控えていきます、うんうんうん、徐々に疎遠になってフェードアウトが理想の別れ方です、はいはいはい、最後には仕事が忙しいので3ヶ月は会えないとか、うんうんうん、仕事で没頭したいので、うん、一度別れたい、うん、といった話を切り出し、うん、そのまま別れてしまうのも可能でしょうと、うんうんうん、まあ、そうかもしれない。もう盛り上がってる時は、はい、多分難しいんですよ。でもやっぱりこの徐々にバルブで空気を抜いていく感じ、うん、そう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 、合わない。あ、なんとなくこう違うかな。盛り上がってる時ってこう盛り上がってるじゃないですか、はい、だからまあ法則型だとしても、はい、こう盛り上がった気、さすがにね、そう、はい、こう盛り上がってる気持ちを理論的に説明し出すわけじゃないですか、はいはい、そうするとこうなかなか納得しないみたいな。だけどこうちょっとずつこう冷めさせていくみたいな、はい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 、ちょっと距離を置いていくみたいな、なかなかあんまりこう合わない時間作るとかってするとだんだん冷めてきて、でなんか違うのかなみたいな。で法則型みたいなタイプだと、うんうん、フェードアウトができるっていうことですね、うんうんうん、あとこれは法則型に対するベストな気がしてきましたけどね。どのタイプも法則型、別れを切り出すとき、別れを切り出すときに、では、法則、学者から見た、はい、職人理想型ですね、はい、うん、どうやって別れるか、うん、彼の理想論と、うん、現実とのギャップが許せなくなったら別れ時かもしれませんと、うんうん、まずあなたの中に、うん、パートナーへの未練がないかを確認しましょうと、うん、彼もこの部分さえ直してくれたら素敵な人なのに、うん、という気持ちが残っている限りはダメですと、うんうんうん、別れ話でも話はそこに流れ、うん、互いに批判し合う結果になってしまうでしょうと、うんうん、彼はあんなやつ、私が何を言ってもどんなに待っても変わらない、うん、と思ったら切り出すチャンスですと、うん、要は彼彼女ですね、うん、はい、あんなやつだと、うん、で何を言っても変わってくれないと思ったら別れを切り出すチャンス、うんうん、できれば喫茶店など二人きりにならない場所で別れたいことを手短に伝えます、うん、今までありがとう、うん、もう会わない、さようなら、うん、さえ言えれば十分です、うんうん、その後は絶対に会わないこと、うん、会えば口論になってしまいます、うんうんうん、なんかこれを見てると、はい、家を知られるっていうのは結構リスクです来るかもしれない、うん、ストーカー、うんうん、オートロック女子はオートロック、うんうん、1階2階でも、うん、窓の外は開けっぱなしにしない、うんうんうん、以上、はい、お父さんより